平の衝撃弾に同僚たちも驚愕の声。ドジャース7にエンゼルス、日時間23日ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手は22日、日時間23日、4度コロチのエンゼルス戦に1番指名打者で先発出場し、3回に3試合連発となる23号にランを放った。直近7戦6発の量産体制でリーグ2位のブレーブスオズナとの差を2に広げた。この日は4打数1安打2打点で打率.321。チームは7-2で快勝した。大谷の衝撃弾に同僚たちも驚きの声を上げた。この日に先発登板したタイラー・グラスノー投手は飛距離約140メートルの打球にイエイ。いつも驚かされるよ。球場でもダグアウトでもみんなわって反応をしているなと僕は感じているよと目を見開いた。ミゲル・ロハス内野手もベッツの代わりを務めるのは難しいことだが、僕たちには先頭打者として翔平がいてくれると負傷離脱中であるベッツの代役を担って躍動している点に言及した。大谷はこの日、古巣エンゼルス相手に2夜連続で一発を見舞った。1点リードの3回無視1塁、カウント2-0から右腕、プリーサックが投じたスライダーを右中間に運んだ。打球速度 115.5 マイル、約 185.9 キロ、飛距離459フィート、約 139.9 メートル、角度24度の特大弾。3試合連続弾は今季2度目。豪快アーチに4度コロチは大歓声に包まれていた。フルカウント編集部。